どう見ても子供だな。あれで賛否の珍中力だ。俺だって北がなかったんだからしょうがねえ。お前に言いたいことは、となると不意打ちでお前の現実ってわけにも。豪華級の術、お前たち容赦しないぞ。この歯と一緒にすんじゃねえぞ。今日シャリンガンの力、あの俺がもうダメだってのは、医療班でもないお前にだってわかるだろ。そんな奴誰もいねえよ。そうか、この忌々しいちぎりの里で俺の相棒は。いや、十三がやられた。おやま、イタチ君と一緒だったと。敵にやられたというよりは味方にやられたというところだ。あとに聞く。それが何だ。殺したいと思ってたんじゃない。それが何だ。こいつが俺をイラつかせなきゃそれでいい。俺はあんたのご機嫌の取り方を知る。暁には新しいメンバーが必要だ。その時まで。だから新しい肉体がいる。永遠に連なる。まさかこの私が金縛りの。俺はあんたをどうすればいいのかわからない。ここでこのまま殺せば、いや足りすぎている欲望。お待ち丸様。あの野郎、やっぱりか。組織よりも自分のことを優先。見てろ。はい。オロチマルのことは俺に任せ。お前の相棒の目星はつけていい。そいつを仲間に引き入れてから。今日からあなたと組むことになったものです。こんなガキを俺の連れにしなきゃなんねえのか。威勢はいい。お前ら一体近隣諸国で反国家分子どもに加担し、オイラは依頼を受けて爆発を起こすだけだ。オイラの作品でな。だが暁に入った以上。わかったわかった。だけどな、オイラはお前に芸術を味合わせてやってもいいんだぜ。それくらいにしてみちみち教えてやる。それだけ分かれば十分だ。行くぞ。瓦礫の山をくまなく探したが、野郎の死体は見つからなかった。何か知っているか。おそらく二代目火影が開発した江戸転生の術だ。オロチマルを殺せばいいんだろう。それでも江戸転生隊は止まらないはずだ。普通あの爆発で死んでねえはずがないんだがな。ここに来るやつ、あそこには湯隠れの忍びがいるだろうが。彼らでは今回は編成を変えてメンバーを派遣する。お、そこのあんた。金目当てでもなければ恨みでもない。単に殺したくても。やはり俺をイラッとさせやがるな、てめえは。他のメンバーではとてもおとりにはなれないから。おとり。よっ、そこのあんた、邪神教に入らねえか。それどころか邪神様はさらにお喜びになるんだよ。殺人鬼？そりゃねえぜ。俺は邪神様に祈りを捧げてるだけだ。なんだお前ら、揃いの服着て楽団か、音楽ユニットか。そんなんじゃねえ。こりゃ邪神様も喜びそうな生贄に。逃がすかよ。なんだよ、もう終わりか。手じゃねえかよ。ああ。
さあ、儀式の始まりだぜ。死ぬ。気持ちいい。やつは各図の血をなめ、儀式と言ったが、あれも何らかの術だろう。退治するんじゃないのか。なんだ冗談だろ、断る。暁だかなんだか知らねえが、暁は暗殺。スーマンセルも定まった。俺をイラつかせるな、殺すぞ。だから殺してみろって。爆発だ。音隠れという忍びの里が最近誕生した。裏でこそこそやるのが得意な野郎だ。この阿隠れの里で事件が起きた。オロチマルの仕業だ。邪魔ねえ。この戦争で三代目火影が死んだ。木ノ葉の人中力の剣もな。映画を極めたあの里が哀れだな。まるでないよ。お前は無事でいるのか。カカシ、あんたが先にいるなんて珍しいな。サスケ、大きくなったな。サスケ、うちはイタチ。一体何者です？俺の弟だ。そしてあんたを殺すためだけに俺を。遅い。暁から下された我々への至上命令。ちょうどいい。お前ら二人はここでわしが始末する。今お前などに。サスケ、チクシロ。そうだ、上等だ。許せサスケ、許せ。今から24時間、あの日をさまよう。足りないからだ、憎しみが。ひとめ、来い。三代目が死んでもまだ、お前を守る者たちがいるんだな。あいつは抜け人だろ。少なくとも。お前は、サスケを連れ戻したがっていたな。ならばもし、そのサスケが木ノ葉を襲ってきたらどうすると聞いているんだ。そうなった場合、お前は奴を止められるのか。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。でも選択肢なんてね。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。そのシャリンガン、お前はどこまで見えている？では許せ、サスケ。俺のことずっと許さなくていい。俺はお前をずっと愛している。